はい、えい、ー、おはようございます今日はですね2月18日です時間にして朝6時なんですけども今日も相場解説はいつも通りするんではなくて全体概念をねお知らせしようかと思いますえっ、ー、と取引を今週はちょっとファンダメンタルのね影響でしないよっていうふうに宣言して今日でまあ1週間と言いますか5日目になるんですけども5日目にもなるとですねあのこのロウソク足の 連続、いわゆるチャートっていうのがですね、やっぱりそこそこできてくるんですよね。で、ファンダメンタルであれなんであれ、出来上がったチャートっていうのは、多くの人、投資家がですね、値動きとチャートは必ず見るんですよ。で、それによって取引を決めますから、あの、内容はどうであれね。チャートが出来上がれば、そこからフォーメーションを導き出してエントリーをするっていうのは変わらないんですよ。ただ、リアルタイムで、ファンダメンタルの渦にいる間っていうのは、 自分がですね、そのチャートの犠牲になる必要はないので、ずっと目を見ているっていうかね、見もしなかったわけなんですけども、1週間経ってみるとですね、5日間経ってみると、冷やしても5本、こう、続くわけじゃないですか。そうなると、過去のロウソク足、チャートを加味してですね、やっぱり全体の流れっていうのは決まっていくんですよね。繰り返しますけども、これを見ながら投資家さんっていうのはエントリーしますから、結局はファンダメンタルで作られたチャートっていうのも、テクニカルに寄っていくんですよ。ね。 ですんで、まだテクニカルの威力が弱くて、ファンダメンタルの勢いが強い、渦中の時には自分もそのリスクを被る必要はないかなと思うんですよね。まあ徐々にテクニカルが生きてくる、まあ今の時期とかね、それから来週になったらもっとですけども、うん、これをもとに取引はしていこうかなと思いますえ。今日はね、お話はこれだけなんですよ。まあ今ずっと冷やしを見ていただいてるんですけども、あの、言えることっていうのはね、 ファンダメンタルであれ結局はテクニカルになっていくっていうことなんですよだからファンダメンタルがまだ強い時ってのはあえて自分がテクニカルで対抗するんではなくってまあ一定のローソク足が集まってテクニカルがファンダメンタルを上回ってきたかなというタイミングで改めてファンダメンタル分析をしていくってことになりますね、うん、あテクニカル分析ですね失礼しました、うんまあ、だから今週は まあこういう風うな過ごし方で良かったんじゃないかなと思います。まあ、今まで5年以上ね、トレードしてきましたけども、1週間、こういった状態で、花からエントリーする気がなくって、見るだけというよりも、見てもいないような1週間ってのは初めてですね。ただ来週からは、ファンダメンタルで作られた、このテクニカルをちゃんと分析していこうかと思います。ということで、ファンダメンタルに勝るのがテクニカルだという、 まあそういった考え方は今でも変わりませんね。じゃあ来週また改めてやっていきましょう。本日は以上です。